おいジュリア、てめえのせいで負けたじゃねえかよ。ジュリアのことが好きで好きでたまらないショック。ごきげんよう。今日は東京ドーム、夢に見た東京ドームで試合ができてよかったけど、おいゲス女、おめえが先にやったんだろうがよ。何言っちゃってんの。あれぐらいで何持ってんじゃねえよブース。おめえが先にやったんだろうよゲス女。もういいよ、切りないからさ。マジで東京ドームに出れたのは夢にも思わなかったぐらいの夢で、本当にこの 1.4 は私は毎年、今年までは毎年見に行ってた立場だったので、本当に夢のような時間だったんですけれども、まあやっぱりジュリアとはタッグは組まずに、これからもこの減らず口を聞けないように叩き潰したいと思います。今回この機会をくださった大人の皆さん、ありがとうございました。いつか東京ドームで岩谷真由から勝ちたいと思います。はい、自分は絶対にかなわないだろうなと、大きな大きな東京ドームで試合をするという夢を口にしてました。絶対叶わないと思って、それがこうやって実現できたこと、ジュリアを選んでもらえたってことは当たり前じゃねえし、それは分かってます。だからこそ女子プロレス引っ張っていくので、未来の女子プロレスはジュリアにお任せください。アリベデルチ、またな。